私が甲子園球場に初めて来たのは、お父さんに連れてこられた幼き時。迷子にならないように必死に親の手を握って、野球を見るだけだと思っていたけれど、楽しいイベントがたくさんあって、思い出をたくさん作ってくれた。もちろん試合も、選手の必死なプレーをみんなで一緒に応援して、すごく興奮した。一球ごとに喜んだり、悔しがったり。タイガースが勝つともちろん笑顔。でも、不思議なことに負けてもみんな、帰り道は笑顔。家族の笑顔がこれからも増えますように。ファミリーウィズタイガース。